ヒッポクリシーは、スウェーデンのデスメタル、メロディックデスメタルバンド。初期は、普通のデスメタルを演奏するバンドであったが、1990年代後半からは、メロディを取り入れ、メロディックデスメタルにカテゴライズされることも多い。ヘビメタルバンドには珍しく、活動の大部分が3人体制である。現在までにフルアルバム11枚をリリースしている。 ベテランバンドであり、デビューから一貫して、ニュークリアブラストと契約している。1988年に、スウェーデンのレコーディングスタジオアビスのオーナー、ピーター・テクレンのソロプロジェクトとして立ち上げられた。立ち上げ時の名前は、セディシャス。1990年頃に、ヒポクリシーに名前を変更している。1991年に、レスト・イン・ペインと題される三曲入りデモテープを、 レコーディングするが、ピーターが自身のボーカルパートの出来に満足できず、レコード会社への送付は行われなかった。このデモは、後にリリースされた10 Years of Chaos and Confusion の限定版、ボーナスディスクにデモ91として収録された。1992年初頭に、さらに2曲を追加して再度、Rest in Pain をレコーディングする。このデモでは、 マッセブロベリがボーカリストとして参加している。ピーターはこのデモを2つのレコード会社へ送付し、そのうち返答を返してきたニュークリアブラストと契約に至った。これを受けて、ピーターはマッセと共にこのプロジェクトをバンドとして活動していくことにしている。このデモも前日のデモ91と同じく10 years of chaos and confusion の限定版ボーナスディスクに でも92として収録された。マッセの元バンドメイトのミカエル・ヘッドルンド、ピーターの元バンドメイトのラーズ・スーケ、そしてラーズのバンドメイト、ヨナス・エステルベリが加入して、バンド体制が確立された。同年中にファーストアルバム、ペニトレイリアをニュークリア・ブラストからリリースしデビューする。リリース後、ヨナス・エステルベリが脱退。翌1993年にセカンドアルバム、 オスカルムはブシヌムをリリース。リリース後、マッセブロベリが脱退し、ピーター・テクレンが再度ボーカルも担当することになる。1994年にサードアルバム、ザ・ホース・ディメンション、1996年にホースアルバム、アブダクティットをリリースするなど、順調に活動しているかに見えたが、ニュークリア・ブラストからのサポートが十分ではなかったこと、ピーター・テクレン以外のバンドメンバーが、 バンド活動に対して非協力的だったことから、自アルバムをもって解散という危機に瀕していた。実際、1997年リリースのフィフスアルバム、ザ・フィナール・チャプターのアルバムタイトルからもその状況が伺える。しかし、フィフスアルバムリリース後、ニュークリア・ブラストとバンドメンバーの対応が変わったことから、ピーター・テクレンは解散を保留する。 そして翌1998年の罰剣、オープンニアでの成功で解散を撤回した。この時のライブの様子は、VHS および CD で、ヒポクリシー・ディストロース罰剣と題されリリースされた。その後も毎年のようにアルバムをリリースしたり、ライブアルバムをリリースするなど、精力的に活動していた。2004年2993年以降不変だった、バンドメンバーに変動が起こる。 ドラマーのラーズ・スー・ウーケが脱退し、ホルグが加入。また、ギタリストとして、アンドレアス・ホルマが加入。バンドが3人体制から4人体制に変化した。2005年に10スアルバム、ウイルスをリリースする。翌2006年には、アンドレアス・ホルマが脱退し、再び3人体制になっている。2009年には、11スアルバム、エーテスト・オブ・エクストリーム・ディビニティをリリース。 2013年に 12th アルバムエンドオブディスクロージャーをリリースしている。ありがとうございます。